はい、チャット GPT を使って論語を直訳しようという試みです。今回は太白編第8ですね。はい、詩は言いました。太白はまさに至徳と言えるでしょう。三度天下を譲り、民衆は彼を称えることができません。詩は言いました。うやうやしくて礼を書いていると疲れます。慎重で礼を書いているとおののきます。勇敢で礼を書いていると乱れます。直接的で礼を書いていると締め付けます。君子は親しい者に対して紳士であれば、民衆は人徳によって起こります。だから古いものを大切にすると民衆は窃盗をしません。宗師が病気になり、門下の弟子たちを呼びました。私の足を見せてくれ、私の手を見せてくれ。死にはこうあります。戦々恐々として深淵に立つような恐れ慎み、薄い氷を踏むような慎重さと。しかし今このような状況で初めて私は免れる方法を知りました。小さき者よ。宗師が病気になり、毛慶氏が尋ねました。宗師は言いました。鳥が死に近づくと、その鳴き声は悲しみを表し、人が死に近づくと、その言葉は善行を示すものです。君子が尊ぶべき道は3つあります。態度や表情が変わることで乱暴や傲慢を遠ざけます。正しい顔色を保つことで信頼に近づきます。言葉や態度からは卑劣さを遠ざけます。食事の作法に関しては役人が管理します。宗師は言いました。能力のある人に質問をし、能力のない人に多く質問をする。あるように見えて実はなく、実はあるように見えて実は空虚である。違反しても懲らしめない。昔私の友人はこのようなことに従事していました。宗師は言いました。六尺の身寄りを頼むことができ、百里の命を託すことができ、大きな局面に立ち向かっても奪われることはない。それが君子の在り方ですか？君子とはそうした人のことです。宗師は言いました。死は広く毅然としていなければなりません。責任が重く、道が遠いからです。仁義を自らの使命とし、それを重んじることはなんと重要でしょうか。死後になってからではなく、今こそ遠いのです。死曰く、死にて起こし、霊にて立ち、学にてなせん。死曰く、民によって生かしむるべき、知らしむるべからず。死曰く、勇気を好み、貧困を好む者は乱を招く。人が人徳に欠けると、その欠如は過度になり、乱を引き起こす。死曰く、もし周公のような才能の美を持ちながらも傲慢でケチならば、それ以外の点は干渉に値しない。死曰く、三年間学び、これは国に至らず容易に得るものではない。死曰く、真摯な信仰と学習を好み、善道を守り通す。危険な国に入らず、乱れた国に住まず、天下に道があれば現れ、道がなければ隠れる。国が道を持つなら、卑しく貧しい身分でも恥じることはある。国が道を失っているなら、富かつ高貴な身分でも恥じることはある。死曰く、自分の地位にないものはその政策を図るべきではない。死曰く、死死の始まり、肝筋の乱れ、広々として耳に満ちるね。死曰く、狂って正しくなく、愚かで意欲がなく、迷い悩んで信じないなら、私はそれを知らない。死曰く、学びは追いつかないかもしれないとしても、それを失うことを恐れるべきだ。死曰く、義義たるや、
春や雨が天下を有することがあったとしても、それに加わらなかった。詩曰く、なんと偉大なるか、行が君としていた時代。その荘厳と壮大さは、ただ天によるものであり、ただ行にのみ存在する。その統治の下では、人々は評価のしようがないほどの平和な時代であった。なんと壮大なるか、その成功の姿。輝かしいか、その文学の成果。春は五人の臣下を持ちながらも天下は収まっていました。武王は言いました。私には十人の乱臣がいます。孔子は言いました。才能のある人材を見つけるのは難しいですね。唐や愚の時代にはこのように盛んでしたが、その中でも女性の才能ある者はわずか9人でした。天下を3分の2に収め、陰や衆の美徳に仕えることはまさに至徳と言えるでしょう。詩曰く、う、我は彼を寛断なく称賛する。芳しい飲食にもかかわらず、寄進に対して功を尽くし、みすぼらしい衣服にもかかわらず、懸縁に美を尽くし、懸弁に美を尽くし、美しい、卑しい宮殿にもかかわらず、高潔に力を尽くした。う、我は彼を寛断なく称賛する。以上です。今回は以上です。